リー土屋の車の話始まりました。始まりました。お願いします。はい。今週はどんなものですか。ないです。ない。ないです。もうね、3回僕ワクチン接種して、はいはい、もう穏やかです。あ、そうなんですか。そうなんです。穏やかですって何。いや、3回目まだやってないじゃないですか。2回はやりましたけど。とっととやってください。とっとで、うん。どうですか。私ももうすぐやりますよ、3回目を。なんかモデルナが嫌なんだよね、俺。うん。モデルナが嫌なの。なんで。なんかみんな痛がってるしさ、熱出るしさ、なんかこう倦怠感あるし、だからファイザーで行きたいんだけど、次変えた方がいいって言います、ね、3回目そうモデルナだって言われて嫁と悩んでんの。何言ってんの。なんでそんなことで悩むことないね。そんなタイプじゃないじゃない。いや繊細ですよ。確かに繊細な一面が今見えましたね、土屋さんの。いや繊細ですよ、なかなか。そうですか、はい、僕は全然それ気にしないですよ。あ、そう。とっとと打ってくるって言いましたよ。え、じゃあモデルナ打ったの。と3回とも3回とも3回とも。え、こ倦怠感とか熱出て、僕は絶倫だったんですよ。絶倫、うん、絶倫、うん、もう夜は強くなっちゃったんで副反応で、ね、そういう番組じゃない。そうですよ。何が本当で何が嘘か分かんないオープニングトーク。それをね、それをね、あの河野大臣、はい、河野さんに言ったんですよ、はい、テリーさんどうですかって3回、あ、2回打って、はい、大臣絶倫になりましたって言った瞬間、言った瞬間僕から去ってきました。あの河野さんが、うん、あ、この男と喋ってるつもり何の得もないなと。何のプラスにもならないって、うん、そんな話はどうでもいいですよね。もうどっとと番組行きますよ、はい、そうですね。さあ今回はですね、日産の田村さんをお迎えしまして、日産のフラッグシップである GTR を徹底解剖していきたいと思います。題して GTR スペシャルです。いやー、これはよしよし、もうずっと人気ありますね、うん、いやすごいですよ。何ですかこの。すごいですよね。いやもう、うん、GTR 語らせたら三日三晩喋りますよ、うん、本当にもう GTR 命だから。田村さん何ですか GTR って。まあ日産にとってはやっぱりそのフラッグシップ、うん、私にとっては人生、うん、ケイチさんだって一言言えないじゃないですか。GTR スカイライン。それはそうだけどでしょ。だから、うん、世代的にはもう GTR 命みたいな、はいはい、ね、そう、あの運転を覚える、私ケイチさんの場合は運転を覚えるとか、うん、私の場合はその車の設計とか、うん、サスペンションって何だとか、うん、走るタイヤを使うってどういうことだって難しい話だけど、うん、やっぱ覚えるのにもいいネタだったし、うん、チューニング業界的にはね、うん、そこでバーンとこうレベルが日本は上がったりとか、うん、一つのその日本を象徴する工業製品の塊というふうに自分では定義してるんですけどね、うんうん、第一世代がこの2つということで、ね、KPGC10 これね、くしくも電習のフェルディ Z と同い年なんですよ、うんうん、あ、そう、1969年。え、 Z と同じにスカイラインが生まれたってこと、はい、Z とスカイラインじゃない、スカイライン GTR が同い年。スカイラインはちょっともうちょっと古いんですけど、あれはプリンスの時代からできてるわけ、うんうん、GTR は日産のスカイラインになった時のその初代 GTR が、スカイライン GTR がくしくも1969年で同い年なんですよね、うん、なるほどね、なるほどね。あ、72年までか。まあこの2つちょっと象徴的なんですけど、うんうん、左はレースを頑張っちゃった人ですよね、うん、この時、まあ、あのモーターショーが東京モーターショー15回ぐらい目だったと思うんですけど、15回目の東京モーターショーで、うんうん、スカイライン 2000GT レーシングって出したんですよ、うん、でそのレーシングを、はい、まあ、要するに、まあ、当然 GTR っていうグレードにしようと。なるほど、うん、それまではスカイラインって A と B に、おっしゃる通り、うん、そうで 54B とか 54A って言って、ね、でも B の方がいいとかって、はいはい、そういう時代があって、うん、それからこういったってことですね、はい、で今度はスカイラインの世代になって、うん、やっぱりこのなんていうかな、 54B の四角いのだと、うん、どうもあの当時その責任者だった桜井慎一郎って方が、うんうん、あんなの P 社の A みたいな車には勝てねえと、うん、A 作ろうってことで R3-30 を作ったんですよ、うん、その R3-30GR っていう G8R っていうそのレーシングカーのエンジンをデチューンしてストリートに入れた、それがハコスカー GTR の始まりだったんです。これ2代目スカイラインって当時、うん、
両方ともいくらぐらいしたんですかこれ。ケンメリ、うん、ケンメリは180万とか200万。あ、ね、うん、これケンメリの GTR はご存知のように一番売ったスカイラインだったんですね。 GTR じゃないですよ、うん、スカイラインというグレードが当時皆さん、あの若者がこぞって買おうとしてたスカイラインがケンメリで、くしくも歌も流行ったしね。はい、いやだけど、ね、一番かわいそうな子なんですよこの2代目のケンメリって、うん、200台ぐらいしか作んないで排ガス規制で引っかかって、うん、もう終わり、ね、レース出れなかった。そうだから俺ポスターだけ持ってるもんこれ、ブルーメタリックで。これって今でも現行で走れる車って、うん、もう超希少ですよね。1億円近いって言ってますね中古車が。1億円そう、あのね、箱スカの GTR はなんだかんだ言って4ドアが1000台近く、うん、2ドア70ミリホイールベースを短くしてやっぱり1000台近く、うん、合わせると2000台ぐらいあるんですよ。ケンメリの GTR はレースしなかったってこともあって、うん、途中でやめちゃったんで、うん、200台ぐらいで終わっちゃったんですよね。もう走ったらすげえ遅いの、その排ガス規制で。あ、そうか。そう、それでもう全く人気なくなっちゃったよね。そうだよね、うん、これが来たよ 32GTR。 あの土屋さん何がいいんですか、あの走りとしては。走りとしては、うん、今だともう乱暴者の車なんですけど、うん、この当時としてはこのメカニズムで FR ベースで、うん、四駆になるって後ろが滑り出してから前が引っ掛け始めるんですよ、うん、こんな四駆今まで見たことがない。なるほど。そのアウディにしてもライエボにしてもそのスバルにしてもそうなんだけど FF ベースの四駆なんですよ、うん、だけど日産がやったのって FR でいざ滑り出してからカウンター当て始めてからフロントが引っ張り出すっていう、うん、すごく画期的なことをねやりだしたの。なるほど。それで俺は騙されて5台も買った5台も買ったんだ金ある、ね、すごい買ってる。そうじゃなくてお金持ちですよ。そのくらい5台も買った。騙されてって人聞きですけれどそれぐらいでも人生をかけちゃう人は多かったですよね。計算だけじゃないですよ、まあ、私も過去もね、いやもう年収よりも乗り出し全然高かったですから。うん、そうですよね、はい、それで4代目はどうだったんですか、うん、これは。これはかわいそうな子なの。まあ、またそういう、これはこれまたそこのタブー行くか。4代目もそうですね。気持ち、あの彼薄いですよね。あのね、ケンメリと同じなんですよ、うん、もうかわいそうな子なの。なぜかというと、うん、この3代目の BNR32 が、うん、もうこのコンパクトでパワーがあって、ね、33になってでかくなったの。太った。何知らん顔してるのよね知りませんって言った。そのケイさんが言ってくれたようにちょっとなんかボテッとしてんじゃないの、うん、とかいろんなことを言われたので、うん、少しずつ後から直して販売したんですけど、うんうん、まあ、ボテッとしてんだよね。なかなかこうそのさっき言った S30ね、初代の Z が良かった、うん、2代目難しいよねって一緒で、うんうん、32の GTR が、ね、頭のいい四輪駆動出てコンパクトで、うん、グループ A で連戦連勝で前線優勝したと、うん、その後どうするんだっていうのが、うん、まあ、っていうのをおっしゃってる。あのこれってなんで50年も60年も経ってるのに同じ過ちをよく繰り返しますよねあの別にこれ過ち、いやこれ、ね、日産だけじゃないですよ。いや、デリさんそこは一応いくつかの、まあ、理由があって、うん、例えばこの時ル・マンに出たいんです。ル・マンに出たんですね、はい、ル・マンに出るということはやっぱり直線ユノディエルがあって、はい、その最高速をやるには2615ミリの3人だとちょっとピッチングとは心もとないねと、はいはい、ね、一般の人はさル・マン走んないからね。ね、走んないですね。そうなんですよ。そこが勘違い。だけど乗ったらすごくいい車なんですよ。素直だし、うん、そのホイールベースが長いから。5台目いってみましょう、はい、これこれでコンパクトになったね。あんま33で文句言われたもんだから、うん、今度日産はコンパクトにしてきたのこれは売れましたね。これ僕やりました。これもこれまだ担当職だったんですけど、あ、まあ、いわゆるその部長さんみたいなのがいて課長さんがいてその下であれやりたいこれやりたいと、うん、3人は正直ファンとして、あ、日産の従業員ではあるけど直接やる係ではないから、うん、なんとなくピチクパチク言えるんだけど、うん、いざ自分でやりたいとなった時の最初がこれだったもんだから。なるほど。相当こういろいろ悩みましたよね。でも僕は正直言って田村さんに怒られるけども、はい、このね5代目は好きじゃなかった。あ、そう、うん、これは人気なかったですよ。
でこれ実は絶版になってから人気が出てきた、うん、これ今も含めてね、うん、この後に今の現行の GTR までずいぶんの時間があった、うん、それから人気が出てきて、これね、マイケル・ジャクソンと一緒で、うん、死んでから人気が出てきたんですよ、マイケル・ジャクソン。いや、これ結構売れましたよね。はい、ねえ、で、あのね、でもね、そこは真面目に答えると、うん、その3人がスーパースターだった、うん、3さんはがっかりで少しこうなんかダメじゃないっていうイメージがあって、それをまた勉強し直して3、4っていう、まあこういう順番ってよく言うんですよ、うん、お客さんの声なんですよ。僕さっきメーカーの人間は好き勝手に自分のおもちゃ箱みたいに適当に俺のやりたいことって言ってるように見えるでしょ、うん、お客さん要するにケイツさんがあんな車作ったらダメだと怒るわけですよ、うん、某車の時に俺すごいそれ印象に残ってて、何の車、まあ、言えないだけどね、まあ、言わなくていいから、三三 GTR ものすごい剣幕でお前のインチキ野郎のところのあれかぐらいに言われたから俺インチキじゃないしってじゃあ作って証明してみろって言って頑張ったわけ。2007年に、ね、35GTR ね、これも今に続くわけですよね、うん、そうです。これはね、うん、その僕なんかもそのベストモータリングで取材に行きましたよ、うん、確かにすげえ早いなと、うん、だけど日産って何がやりたいんだろうな、うん、硬すぎちゃって、直線もまっすぐ走んないし一般の道、こう日産ってどこ行くんだろうなっていうのが第一印象、うん、ただその乗った時にすげえ車作るな日産は、うん、もう世界のスーパーカーを敵に回すっていう車を作ったんだけど、じゃあこれを俺が買うかっていうと、こんな乗り心地が悪くてストレートもまっすぐ走んないような車嫌だなっていうのが第一印象。それがどん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 進化していくの、そこがすごい。でこの人に変わってからですよ、乗り心地っていうものを 35GTR に注入したの。お、大事なことですね。いや、これはびっくりした。あ、こっちの方向行くか。田村さん、それはどういう、だからやっぱりレーシングカー作ってるわけじゃねえっていうのが耳についたんですよ。それは誰が言ってたかっていうと、その当時僕の師匠だったスカイライン作った桜井慎一郎っていう人が、こんなま足固くしてお前行動走ってみろと、要するに足が地についてなんぼだと、要するに足を地につけろ、足を地につけろ、つまりタイヤがやっぱり跳ねちゃってタイヤが地面から離れるようなサスペンションを作っちゃダメなんですよ。そのことを散々言われてるから、ストリートだストリートだって言い聞かせて作るんで、そうするとこうタイム的にはちょっとやっぱり遅くなったりするんだけど、楽しくなってくるはずなんですよ、うんうん、でやっぱり車、どんな車でも GTR であってもさっきと速いのはもちろんなんだけど、うん、楽しくないといけないよねと、うん、要するにケイツさんがこれは楽しいわ、うん、俺の思ったとり動くわって言ったら僕の勝ちなんですよ。なるほどね。速いけど俺つまんない、面白くないって言ったら僕の負けなんですよ。今あの GTR っていくらから買えるんですか？1000万ちょっとです、うん、乗り出しで1200万ぐらいですね。乗り出し1200万、うん、でも僕個人的にはずいぶん高くなったんだなってさ。だって一番高いのは2500万ぐらい。そうそうそう、ね、まあ、それはもういや高いのはいいんですよ別に。それは自分たちの技術をさ、うん、世界と戦ってるわけだから、うん、いやでもさ、うん、俺毎年乗らせてもらってるんですよ 35GTR、うんうん、もう出るとその発表する前に乗せてくれるんで、うん、その中身がどんどん変わってんの。でその2500万って言われて高いって言われるんだけど、じゃあポルシェはフェラーリはランボルギーニはって並べた時にそいつらに勝てるからね、うん、もう同じ性能でその安定性から何からで、さっき田村さんが言ったように振り回せる楽しさを持ってる車なの、うん、だから世界 の, そのスーパーカーと比較した時の値段と速さと、あとは楽しさっていうものを比較すると、俺からするとしょうがねえな。なるほど、わかりました。そこのところは私もね甘んじましょう。とりあえずもうね、ここで話してもしょうがないんで、 GTR 見に行きましょう。じゃあ現行の GTR 見に行きましょう。はい、ブスチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定、ぜひチャンネル登録お願いします。